はい、こんにちは、新てっちゃんはジャーナリスト、いつもご視聴ありがとうございます。岸田文雄、岸田総理がね、9月のね、総裁選の不出馬、要は出ないと、だからそれだけやめるってことなんですよ。これはもう当たり前、これはもう不正当たり前なんですよ。ただね、この後、おそらくね、正式にね、もう8月でしょ、だからもうちょっとしか、1ヶ月ちょっとしかないんで、ここでね、多分ね、茂木さんがね、幹事長のね、茂木さんがね、多分出馬表明するんじゃないかな。茂木、河野太郎、あとあれ、石破、僕はね、この人たち、あとね、小泉進次郎かどうか分かりませんけど、僕はね、やっぱり高市早苗さんには立ってほしい。高市早苗さんが一番ね、このまあ自民党の中を見てもね、今の政治家を見てもね、一番クリーンだし、やっぱりね、やっぱり日本国民っていう感じがする。やっぱね、この人はね、やっぱ苦労して勉強してる。だから僕はね、やっぱり二世議員じゃないこと、あとはね、やっぱり純粋にね、日本とかね、日本国民のことを思ってくれてるような気が僕はしてなりません。だから自民党をぶっ壊したい。本当はね、だからちょっと高市さんを総裁にしようと思うとね、自民党の総裁になならないとダメとかになるとね、自民党が存続するんですよ。だから僕はね、高市さん一人ではね、自民党を変えることはとんでもない、できないと思ってるし、まあ、利権まみれでね、今までいい思いしてる人たちがね、今からね、自民党を変えるとも思えないんで、高市さんに一回任せてどうなるか、自民党の解体、政権交代は次になるのか、ちょっとね、僕も悩むんですよね。政権交代なのか高市さん総理かっていうね、ちょっとね、まだね、はっきり僕もね、分かんないんですけど、今はね、まあ政治家見ると高市さんが一番ベストだけど、高市さんが自民党に残ることは嫌だ、自民党を解体したい気持ちと高市さんを総理にしたい気持ちは相反するんですけどね。自民党に高市さんがいる以上はね、ちょっとね、気になる。